第64回動員記念見事クイーンズサタンで連覇をしました安田武弘調教師にお話を伺いします。おめでとうございます。ありがとうございます。まずはレースを終えて今のお気持ちお聞かせください。最高に嬉しいですね、はい、この嬉しい場面でこのちょっと胸元の汚れも気になるんですが、この汚れは何なんですか。嬉しすぎてちょっとサタンに抱きついてしまったので、はい、すいません。もうそれぐらい嬉しい。いや嬉しいですよ本当、はい、あの落合源太記者レース前、はい、馬にまたがってその状態の良さを感じていたようですけども、はい、安田武弘調教師は状態面はどのように感じていますか。普段手入れとかは僕触らせてもらってるんですけど、やっぱりすごい肌で感じるぐらい状態はずっといい状態に持ってこれたなっていうのは、はい、今朝も確認済みだったので、あとは展開一つだなっていうのがあったんですけど、まあね、前々からオーナーさんの希望もあって、まあ、前回のレースも何回もリプレイ見てちょっと位置取りの問題もあるなと思ったので、あえて今日は中断でちょっと出していけっていう指示は出したんですけど、そのあたりに対して落合源太記者の騎乗ぶりはどのように見てますか。もう最高だったと思います、はい、イメージ通りで、うん、イメージ通りの道中直線はどんな感じで見ていましたか。もう3コーナー過ぎて、自分でギュッと跳ね感で上がっていったので、あの勝てるかなっていう自信はあったんですけど、あとは直線はひたすら僕の方が力が入っているかもしれないですね。安田先生、その力が入って思いが届いての連覇ですか。はい、北海道競馬この後オフシーズンですけど、はい、今後この馬の予定はどうですか。まあゆっくりしてもらって、また春ね、いいところ重賞を狙っていきたいなと思ってますので、はい、では最後に、ファンの皆様にメッセージをお願いします。本日はありがとうございました。また来年3連覇できるように頑張ってサザンと一緒に頑張っていきますので、また北海道競馬このどもよろしくお願いします。安田武弘調教師でした。本日はおめでとうございました。ありがとうございます。